get ready. 斬新です。無安です。ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ。この番組は、日々私が思ってること、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、言っちゃいけないことなんかをお話ししている番組でございます。ぜひ、気になるエピソードがあったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今日は全くの無策無案でございまして、何も考えておりません。あ、これを言いましょうかね。こう何年前ですか、任天堂がミートモというアプリを出してますね。僕まだYouTube に全部残してるんですけど、それミートモという、アプリがありまして、まあ質問箱のアプリ版というかみたいな感じで、まあミートモ使ってる人がフォロワーに対して送った質問を、ミーが任天堂の何て言うんですか、あれはアバターですかが答えるみたいなアプリがありまして、それが好きで、それと会話をするというまあ今で言う Vlog、 当時はねその Vlog っていう言葉がまだなかったかな、2年3年前ぐらいですよ。もうアプリ自体も更新止まってダウンロードもできないと、んですけど、大好きだったミートモというアプリがありまして、それで連日とか毎日ね更新してたのがあったんですよ。ミートモラジオつってやったんですけど、その時にだいたい決まってこうね、まあその内容はまだ全部残ってるんで、気になる人は見てもらえればいいと思うんですけど、ずっとねギターを抱えてやってたんですね。でなぜかというと、清志郎さんがトーク番組とかいろんな番組、トーク番組に限らず、まあまあ歌番組は当然ですが、必ずギターを持って出てくるんですね。っていうののオマージュで、なんかこう喋る時もギターを抱えて、やるというスタイルを真似ていたんですけども、最近はとんとね、なんていうんですか、部屋の模様替えというかね、ちょっとね座る位置をずらして、手に届く範囲、もう基本的にね手に届く範囲に全てを揃えたい人なんで、ごちゃごちゃはしてるんですけども、手に届く範囲ちょっと手を伸ばさないとギターが手に届かないところに座る場所を変えてしまってで以降とんとこう持たなくなってしまってね、それはやっぱり いけないぞと、いけないこともないんですけど、なんかこうさ寂しいぞってことで、今日は久しぶりにこうギターを抱えてやってるんですけども、なんかそういうなんていうんですかね、こう好きな人、憧れてる人の真似をしたくなるんですね。そう真似てみる、なんでそういう風にしているんだろうね、そう何も疑問を持たずにただただ真似てみると、あ、なんでこう清志郎さんはギターを抱えてね、まあミュージシャンだってことは大前提としてあるにしても、こうそうしていたんだろうっていうのをこう考えるわけですよね。やっぱりいろんな過去の映像から、書籍から、ね、読む、それから他の人が言 清志郎さんの印象なんかを総合的にこう判断すると、やっぱりこうシャイでね、シャイなところをね、隠すじゃないですけど、なんていうんですかね、こうお茶を濁すというのかね、まあギターを持っていればこういざという時にまあ何かやればいいと、いうような 感じがあるのかなとかね思ったり、あとあれですね、所さんね、世田谷一郎さんで、名前でやってるYouTube もまあまあ毎日のようにこうね、こう日々のことを歌にしてね、
見てますかね、あれ本当に僕好きで、よく見てるんですけども、こう今日はねあのことを歌にしようと思って考えていたけれども、こっちの方が面白かったんで、そういう歌になりましたね。最近はそういった前振りが長くて全然スッと歌に、前はねスッと歌に入ってたんですね。結構その前振りも含めてね面白いなと思って見ておりますが、まあ、そういったことで今日は本当にもう無策、何も考えずに、やっておりますけども、ね、なのでもう短めに行きますか短めに行きますか、ね、あ、じゃあ何か久しぶりに一曲やりますか。ただねこう雑音が雑音ってね、あのギターの音が入るとちゃんと綺麗に翻訳じゃない、字幕をね自動でつけてるんで、なかなかうまく拾ってくれなかったりして、めんどくさいのでやってないっていうのはあるんですけどね。やっぱりね、そう、めんどくさがっちゃいけないよね、人はね。あと、めんどくさいことをするからこうお金につながるとかね、まあ、人がもう嫌がるとか、まあ、それめんどくさいもんなっていうことをやっぱ率先してやらなくちゃいけませんよねって思いますね。アンプ通せっていうね、これはいつか見た映画みたいにっていうね、このイントロ部分ね好きなんですよ。このイントロコード進行が大好きでね、なんだっけ歌詞忘れちゃったね。見ますかちょっとね、すぐ出たらすぐやりますけども、すぐ出なかったらすぐしませんからね。覚えてないの、ね、いつか見た映画見たコードがなくてもね、歌詞さえあれば私はもう覚えてますからね、迷ったふりしてか、はい、行きましょうか。迷ったふりして感じ始めてた、打ち明けられない熱いもどかしさを、そうだよベイベー、もう少しこのままで、このままで、日暮れはいつでも、そっと包むだろう、震える体を温めてくれるはず、そうだよベイベー、もうすぐさ、迷わない迷わない、もう泣かない、もう泣かないで、今夜はきっといつか見た映画みたいに涙ポロポロこぼれる。
たりさ。大好きなんですよ。なぜかギターを持つとこれをやってしまうね、ということで今日は何も考えないというまあたまにはねこうあの根詰めて考えると疲れちゃいますから何も考えない無策で挑むね。さてそこにそう放たれた時俺はどうなってしまうんだろうというね。やっぱそういう方が楽しいですよね。まあ、計画練るのもあれですけどもこうねとっさにじゃあ そういう状況で果たしてうまくやれるのかどうなのかみたいなところがねみたいなこともありますよ。はい、ということでチャンネル登録とねチャンネル登録してください。チャンネル登録してください。儲かると思って始めてみたけれど全然儲からないんだよ。登録している人は知ってる人ばかり。情けで登録しているよ。下のボタンを押すだけで簡単に登録できるのに。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。ね、あと高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。